では、今日のタイトルをご覧ください。新明記三十六回、主によって建てられた権威、その二、新明記十七章十四から二十ですね。では、朗読お願いします。新明記第三十六回、主によって建てられた権威、その二、新明記十七章十四節から二十節。 あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入っていって、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたが周りのすべての国々と同じように私も自分の上に王を立てたいというなら、必ずあなたの神主が選ばれるものをあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。 同胞でなない異国人をあただし王は決して自分のために馬を増やしてはならない馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはならない主は二度とこの道を戻ってはならないとあなた方に言われたまた王は自分のために多くの妻を持って心がそれることがあってはならない自分のために銀や金を過剰に持ってはならない その王国の王座についたら、レビ人の祭司たちの前にある書から、自分のために、この身教えを巻物に書き写し、自分の手元に置き、一生の間、これを読まなければならない。それは、王が自分の神・主を恐れ、この身教えのすべての言葉と、これらの掟を守り行うことを学ぶためである。それは、王の心が自分の同胞の上に高ぶることのないようにするため、 また命令から右にも左にも外れることがなく、彼とその子孫がイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるようにするためである。はい、ありがとうございました。ではタイトル、もう一度確認しましょう。新明紀36回、主によって建てられた権威その2、新命紀17の14から20でした。さあ、まずイントロダクションですが、今、 新明期のどこにいるか毎回確認しています。文脈がすごく大事ですね。新明期は4つの説教からできている総主権契約の形式の書です。で、今私たちは4つの説教の中の2番目、契約に基づく義務というところに来ています。これは4分割できるんです。総論、進化の義務、終わりました。2番、全的従順の呼びかけ、これも終わりました。 今3番目にいます立法の解説と日常生活への適用12章1節から26章15節そして最後が短いです主に対する制約26章の16節から19節今3番目立法の解説と日常生活への適用にいるんですがここは立法の格論的解説とその適用が 語られていますとても長いので便宜的に12の項目に分解して説明していますそして今日はどこまで来たかっていうと第8の項目まで来ました第8の項目は主によって建てられた権威16の18から18の22ですね主によって建てられた権威が4つありますよって話なんです一つが裁き人次が王 次が祭司とレビィトそして次が預言者ですねこれ実はイスラエルの国っていうのは統治形態は神聖政治というんです神様が王なんですそしてその神に従っていけばそれで十分に機能していくわけです神聖政治の国を統治するための機関が権威が神によって建てられました それが4種類ある「裁き人と」「王」「王」っていうのはこれ後の時代に出てくるんです今日これ詳しく説明しますね3番目が「イシとレビビ人」そして「預言者」これは神聖政治の王国を正しく統治するための機関であるというとこれを神様がイスラエルに与えたんだということですねで今日はその中の2番目「王」を取り上げますそこで今日のメッセージのアウトラインです 今日は3区分してお話します。1番目、王の資格、14から15節。2番目、王の行い、16から17。3番目、王の教育。まあ、資格、行い、教育。この3区分でお話をしたいと思っています。そして今日の結論、着地点ですね。2つ考えています。1つは指導者の失敗。2つ目が指導者の教育。 失敗ししななないいいいいいいようにどういうううににどふ教育しなきゃいけないかということとここれを取り上げたいと思いますねではアウトラインに戻ってください3つありますメッセージのアウトライン王の資格2番王の行い3番王の教育そして着地点1番指導者の失敗2番指導者の教育これで話を進めていきたいと思いますさあご一緒に主が立てた権威その2について学びます。 ご準備よろしいですかいきますよ Are you ready? はいありがとうございますではアウトラインに沿って話を進めていきましょうまず一番目が王の四角これを見てみましょう14節15節ですねまず14節をご覧いただきましょう14節 あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地に入っていってそれを占領しそこに住むようになった時あなたが周りのすべての国々と同じように私も自分の上に王を立てたいと言うならはい、ここでちょっと終わっておきましょう。これモーセはですね今「カナンの地」に入る前に語ってるんですが「あのカナンの地」に入ってやがて時間が経っていくうちに「 神聖政政治から王政に移行すするるんんだとということをモースは予見してるんです先ほど神聖政治の話をしましたが本来は神が王でありその神に従えばその生態でうまくいくわけですがしかしそうではないから王人間の王を立てて王政に移行しなければいけなくなってしまうわけです。そのことを申スは予見していますで。ここでちょっと先に進む前にこのことを見てみましょう。 リーダーシップの移行、つまりイスラエルという民族あるいは国のリーダーシップがどういうふうに移行していくのか、移行していったのか、これ整理してみます。そうすると今日の話がとてもよく理解できるようになります。さあ、モーセは死に、間もなく彼は天に召されますが、モーセは死に、ヨシアが次のリーダーになる。つまり、リーダーシップがモーセからヨシアに 移行されるということですね次2番目ヨシアの指揮の下イスラエルの民は約束の地に入るカナンの地にイスラエルの民を導くのはモーセではなくてヨシアなんですですからヨシアがイスラエルの民を約束の地に導くんだということやがてヨシアも亡くなりますヨシアが死ぬと死士たちと祭子たちがリーダーシップを握るつまりモーセそれから ヨシアそれから志士たちと祭司たちがリーダーシップを握るこういう時代が来るわけですね。で4番目神聖政治はさっき申し上げたように王がいなくても機能する生態なんです神が王であるそして神が立てた権威に従っていけばそれで機能するわけです。ところが5番目この生態つまり神聖政治が機能するための前提条件は 何かというと立法に従順に生きるということなんです。でモーセはここでさっきの聖句に戻っていただけますか。はい。モーセはここであなたが周りのすべての国々と同じように私も自分の上に王を立てたいというならという言葉を使ってますがモーセは神聖政治という生態が 行き詰まることを予知していたわけですつまり立法への不従順が起こり新生政治の国を弱体化させるということを予見しているわけです。で聖政治の国が弱体していくことを記録しているのが「四式」という本ですね。四式という書です。四式にはいかにしてイスラエルの民が弱体していったかということが記録されています。 そしてやがて民は死子や祭死に頼るのではなく王が欲しい王を求めるようになっていくその結果神聖政治から王政への移行が起こっていくわけですで神はイスラエルに王たちが出ることを知っておられましたで本来は神聖政治が一番いいんですところが神は やがて王政に移行することを知っておられました。王政っていうのは、これは厳密に言うと積極的御心ではなく、許容的御心です。神が積極的にこれを望んだのではなくて、民が求めた、王を求めたので神がそれを許可された、そういう意味で許容的御心ですね。まあ、私たちの人生にも積極的御心と許容的御心っていうのがありますね。 神様に何度も何度も願うからそのうち神様がそんなに言うならやってみなさいもう決して積極的に喜んでおられるわけではないこういうことが私たちにも起こりうるわけですね。もう一度言いますと王政は本来神が積極的に願われたことではなくて許容されたことであるこれが王たちが立てられるということの背景にある。 流れですね次15節見てみましょう。15節必ずあなたの神主が選ばれるものをあなたの上に王として立てなければならない」「あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない」「同胞でない異国人をあなたの上に立てることはできない」はいここではこのことが言われてます。王となるための2つの資格ですね。 まず一番目王は神に選ばれたものでなければならない誰でも王になれるわけではないんだつまり王の賜物がないものが王になることはないということですね神から選ばれてないつまり王の賜物や証明がないものが王となるっていうのはこれは大変な悲劇なわけですね今も同じですよ本来リーダーシップをとる賜物 能力が与えられてない人がリーダーになりたがると大変混乱が起こってきますね。で王は神から選ばれた人物です。神から選ばれたんですから王には神への忠誠が要求されます。で王が失敗する理由は何かというとこれ能力の欠如ではない。これは道徳的問題です。つまり主に逆ららうだから 失敗するんですねでここのポイントは王は神に選ばれたものでなければならないじゃあ具体的に王はどういうふうにして選ばれたのか見てみましょう例えば初代の王のサウルですサウルを王に指名するのは預言者サムエルですね神が使わした預言者がサウルを任命したんですこれ第一サムエル九章から十二章にサウル王の話が出てきます 次の王になるのがダビデですが、さらにダビデを指名するのも預言者サムエルです。これ第一サムエル16章ですね。再びサムエルがダビデを指名します。次、ダビデの次にソロモンですけど、ソロモンを指名するのは預言者ナタンである。これ、列王記第一の1章に出てきますね。預言者ナタンがソロモンを後継者に指名した。つまり、 王となるためには神に選ばれたものでなければならないという資格があるということです。2番目の資格ですね。2番目は何かというと、王は違法人であってはならない。つまり、イスラエル人である、幼い頃から主に対する信仰、ヤハウェ信仰に親しんだものでなければならない。つまり、主の立法に親しんだものでなければならない。この2つ。 神に選ばれた者さらに異邦人であってはならないこれが王の資格ですねこれで今日のメッセージのポイント1終わりました次2番目に行きましょうポイント2王の行い16から17節です、ね、これは王はどういうふうに振る舞わなければいけないのかということを明示している箇所ですねでは16、17を見てみましょう興味深いです ただし王は決して自分のために馬を増やしてはならない馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはならない主は二度とこの道を戻ってはならないとあなた方に言われたまた王は自分のために多くの妻を持って心がそれることがあってはならない自分のために銀や金を過剰に持ってはならないこういう禁止令が語られているわけですね。 16節に戻ってください,、はい。王は民の支配者というよりは主に仕えるしもべです、まあ。イスラエルにおける王の位置づけというのは支配者というよりは主によって建てられ主に仕えるしもべだということですで。主のしもべとして奉仕するためにここでは3つの禁止令が与えられています。それを見てみまましょう、ま、ず1番目 馬を増やしてはならならいこれは実行しようとするとなかなか勇気がありますね。馬を増やすなこれどういう意味かっていうと馬っていうのは戦車を走らせるために必要なんです。あるいは騎兵を作るために必要なんです。ですから馬を増やしてはならないっていうのは戦車や騎兵を持たないで。 歩兵だけで戦うということです。戦力が劣る状態を甘んじて受けるということです。つまり、この禁止令は何かというと、戦いにおいて、戦において、主に信頼することを教えるための規定なんです。主に信頼しなさいということです。と同時に、これは馬を得ようとすると、 エジプトと親しくなる必要があるという、こういう危険性があるわけですね。どうしようかというと、馬っていうのはエジプトにたくさんいるんです。だから馬を養おうとすると、エジプトに行き、エジプトと親しくなり、そこから馬を購入する必要があるわけです。でエジプトっていうのは、かつてイスラエル人たちが奴隷になっていた国ですね。その国と親しくなり、同盟関係に入るのは愚かな行為です。 ですから馬を増やしてはいけないっていうのはエジプトに行くなエジプトと親しくなるなということも含まれているわけですところが後の時代になるとやっちゃいけないことをイスラエルの民はしています例えばイザヤ書の予言イザヤ31の位置を見てくださいもうこの時代になると何が起こっているのかああ助けを求めてエジプトに下る者たちはいもうここでエジプトに近づいています 彼らは馬に頼り、数が多いと言って戦車に、非常に強いと言って騎兵により頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず死を求めない。これ、やっちゃいけないということがそのまま起こってるんです。イザヤはそのことを糾弾してるわけです。まあ、預言者の役割っていうのは、広く言うと、あるいは総論的に言うと、神明期で語られている契約の原則に、 イスラエルの民を呼び戻すことですある意味ではイエス様も預言者の系譜で登場された方ですけどあのイエス様が引用する聖句っていうのは神命記が非常に多いわけですね神命記の原則に立ち返らせるということこれが預言者の役割ですですからイザヤの預言を見ているとイスラエルの民がいかに神命記の原則から外れていったかということがわかるわけです一番目の禁止令は 馬を増やしてはならならい2番目の禁止令は多くの妻を持ってはならないこれが2番目の禁止令です。異、ま、邦、あ、人の王ということになるとたくさんの王が政略結婚によって他国と同盟を結んでいました。ですから多くの妻を持つというのは単に公職王が公職であるということではない。これは政略結婚で 異国の妻をたくさんめとることによっていろんな国と同盟を結ぶということなんですね。ですから一番目の馬の数が増えるということと妻の数が増えるということは実はこれ相通じる内容があるわけです。共に王王のの権権威を示すす指標です馬が何頭いる妻が何何いいるる妻人これは王の権威を 示しているわけですねしかし馬の場合と同じで主に忠実であればその王には政略結婚は不要であるどうしてかっていうと他国との同盟にに頼頼必要ははないいいこれれ主だけけばわですねさらに違法人の妻たちはイスラエルの王を偶像礼拝に誘い込む危険性がある、まあ、ソロモンの時代にそれが実は起こったわけですね。 多くの妻を持ってはならない。三番目。自分のために金や銀を過剰に持ってはならない。まあ、この禁止令は民に重税を課すことを禁止したものですね。まあ、王がお金持ちになるためには、民から税金を取り立てるということが起こるわけですね。王はそのように民から過剰な税を取り立ってはならない。 でこの規定は物欲から王を守る物欲から王の心を守る身を守るための規定でもありますね裕福になりすぎるとろくなことは起こらないんです裕福になりすぎると王は主に頼らなくなる私たちも同じです全てがうまくいっている財産もたくさんある神に頼る必要がなくなってくるわけですですですから この3つ「馬を増やすな」「多くの妻をめとるな」そして「自分のために金や銀を過剰に持つな」この3つの戒めっていうのは王が主に頼るために出された禁止令ですねこのことを理解しましょう。3番目に王の教育ですね18節から19節見てみましょう。 その王国の王座に着いたらレビ人の祭司たちの前にある書から自分のためにこの三教えを巻物に書き写し自分の手元に置き一生の間これを呼ばなければならないそれは王が自分の神主を恐れこの三教えのすべての言葉とこれらの掟を守り行うことを学ぶためであるはい18節19節読見ましたねあの王は神から選ばれるんだそして王は こういうことをしちゃいけないんだこういうふうにしなきゃいけないんだということがこれまで語られてきたわけです。王は成長する必要があるこれが王の教育というテーマですね。王は学び成長する必要があるまた王権は継承されていく必要があるでここで神様は王の教育のために3つの命令を与えておられますこれ興味深いです。 見てみましょうまず一番目この見教えを巻物に書き写すこの見教えこの見教えって何のことかっていうと今私たちが学んでいる神明記のことですねで立法の書を管理するのは祭司たちです祭司たちに立法の書の管理が託されてるわけですがあの当時は今のように全員が 聖書巻物っていうのは写本といいますけども非常に高価ですねですから全ての人が持ってるわけではないんですただし王に関しては自分のために神明記の写本を持つ王は個人所有の神明記の巻物を持っているわけですねなぜ持つかというとこの身をしよを巻物に書き写すからこう書いてあると王様が「 王宮で写本を作っている姿をイメージされるかもしれませんがこれ王自身でなくてもいいわけです。王が命令して初期に書き写させてもいいわけです。だから王の命令に従って初期が書き写した巻物でもいいわけです。これがこの御教えを巻物に書き写すということです。特に王はそれをそばに置いておくわけですね。それが2番目。 自分のの手元に置きこの巻物つまり新命記の巻物を自分の手元に置き一生の間これを読むんだって忘れますからね王は自分のための写本を手元に置くということは王は首都の総主権契約の契約書を常に保持していて契約条項をコンスタントに継続して読んでるわけです契約の内容を継続して読むんだ,だから国の トップリーダーが神の教えをいつも読みそれに親しんでるっていうのは国を安定させる素晴らしい方法ですねでなぜ契約の内容を継続して読むかというと目的は主を恐れることを学ぶためです先ほどの馬を増やすな妻を増やすなそして金銀を過剰に求めるなこれ主に頼ることを教えるためですね主を恐れることを学ぶその学びは コピーされた新明紀の書を作り手元に置きそしてそれを読むことによって教育がなされてくるわけです。3番目コピーを作って読んでるだけではダメなんです。この見教えの言葉とおきてに従うこれ読んだ内容を実行するということ王の場合はこれ契約書の内容に従って統治するということです。 民を統治していくのは契約書に従っていくんだということです。着目したいのは学びのない実践はないし実践のない学びもないんです。とても大事ですね。私たちも神学を学びます。聖書を学びます。なぜかというと実践するためです学ばないで実践すると間違った方向に行くんだから学びのない実践はないし実践のない学びもないんだ。 このことが国のトップリーダーである王に対して命じられているわけです巻物を作れ書き写せそして一書の間そばに置いてそれを読めそして読んだ内容に従えこれが王に与えられている命令ですね二十節それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることのないようにするためまた命令から右にも左にも それることがなく彼とその子孫がイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるようにするためであるはい、目的が書かれてあります3つの命令の目的は王の高ぶりを戒めること3つの命令とは何なのかもう一度復習です書き写す読む従う書き写す読む従うということですね 王が同胞を見下したり、無視したりすることがないようにするための命令です。また、命令から右にも左にも外れることのない、それることのないようにするための命令ですね。主への従順は王朝の存続につながります。私たちの場合も同じことです。もしあなたが何かのグループのリーダーであるならば、例えば 家庭を導いているお父さんお母さんあるいは教会で小さなグループを導いているあるいは会社で部下がいるそういう人は思い出してください。書き写すす読む従うですこれ書き写すっていうのはすでに私たちは手元に聖書がありますね。それを読む継続して読む読んだ内容に従うそして自分の役割は人々を支配することではなくてキリストの皆によって で人々に使えることであるこのことを毎日確認している人は祝福で満たされますね人々から慕われ信頼されますねそして何よりも主がその人を喜んでくださいますそういうリーダーになりたいものですね。ここまでは今日はちょっと早いですけどここから結論に行きましょう。 結論今日2つのポイントがありましたが1つ目が指導者の失敗ですねあの後に出てくる王が失敗するっていうのは今言った命令に反するから失敗するわけですね、まあ、最初に見たいのがソロモンの失敗ですソロモンがどういうふうに失敗したのか例えば「列王記第一十章の26節ソロモンは戦車と騎兵を集め戦車 1400体と騎兵1万2000人を所有した彼はこれらを戦車の町々およびエルサレムの王のもとに配置したありますねまあこれ見てください。馬を持つなって言われてるのになんと戦車1,400体、騎兵1万2,000人これだけ所有していればもう主に信頼する必要はなくなると心の中で傲慢になっても無理からぬことですね。 あるいは同じ劣王期第一の今度は11章の1節を見てください。ソロモン王はファラオの娘のほかに多くの違法人の女すなわちモアブ人の女アンモン人の女エドム人の女シドン人の女ヒッタイト人の女を愛したとあります。あの異国の妻をメトナ妻ををなな増ややすなって言われていいいたやっちゃいけない ことをソロモンはしていますね次列王記第一10章の23節見てくださいはい。ソロモン王は富と知恵において地上のどの王よりも勝っていたはい。銀や金を過剰に求めてはいけないソロモンは富を地上のどの王よりもたくさん持っていたとありますねこれ 3つやっちゃいけないことを全部やってるわけです。だからソロモンがこれだけの富を得てそして国を回していくために民は従前に苦しむわけですね。でソロモン自身は傲慢になっていくこういう罪を犯すわけですね。まあこれは王に対する命令なんですが私はここにはね現代の指導者への教訓があると思いますね。それちょっと見たいと思います。今私たちの適応ですこれ1番目 馬を誇る。これ、例えば、今に例えれば、教会のサイズや組織の大きさを誇ることであると、こう書いておきました。教会が成長することは、素晴らしいことです。誤解しないでいただきたいんです。私も教会が成長するために、労しています。だから、教会が大きくなる、そしてクリスチャンの組織が大きくなることは、素晴らしいことですけれども、しかし、 それがリーダーの働きの評価唯一の評価基準になるならばそれは非常に危険なことです。神様のお仕事主への奉仕っていうのは隠れたところで目に見えないようなものもあるんです。ですから大した成果も上がらない中で忠実に仕えている主のしもべがどれぐらいいることか。神の前にに立ったとき 地上における人々の評価と神様の評価が全く違うということはこれは十分あり得るわけですね。私は決して驚きません。そういうものです。ですから奥地に行ってまだ未開の地に行ってわずか数百人の人のために聖書翻訳に生涯を用いる人もいるわけですね。そういう人たちが世の中で評価されるということはあまりないでしょう。でも神の国の評価は違うんです。 ですから私たちは教会のサイズが大きくなる組織が大きくなる祝福されるその時に何を学ぶのか謙遜になることを学ぶんです教会のサイズや組織の大きさが自分の誇りとなっていく時に実は私たちは神様が馬を誇るなとおっしゃってるこのことを行っているということになります2つ目多くの妻を持つ これ多くの妻を持つなってこれは現代の指導者に適用するはこれは異性問題でトラブルを起こすことですねこれは常に王たちに与えられた命令多くの妻を持つなという命令を考えなければいけないんですね神様に喜ばれるような道徳的歩みをする必要があるんですね3番目が過剰な金や銀を持つこれは物欲に支配されることですね 決して指導者、霊的指導者は物欲に支配されてはならない。私の経験から言っても、神様から次の思いが与えられる、次のビジョンが与えられる、その時にお金も何もない。けれども、そのビジョンが神に喜ばれるものであれば、必ず結果としては経済的な保障がついてくる。から 過剰な資金を求めて何かが出来上がるわけじゃないんです私たちの問題はビジョンがないことなんですお金がないことではないんですですから過剰な金や銀を持つということは物欲に支配される道に行くということですからこのことも注意しておく必要があるだからこう見ると現代の指導者の教育で馬を誇るなとか多くの妻を持つなとか過剰な金や銀を求めるなというのはそのまま今の私たちに適用されるんですね 今静まって神様が私たちに語りかけておられることにしっかりと耳を傾きようではありませんか。もう一つの今日のポイントです。指導者の失敗ソロモンが失敗したここから教訓を学んでますね。二番目指導者の教育指導者の教育指導者の教育に関して三つの命令が与えられていました。三つの命令は今も有効です。このことを覚えてください。 それは何かとという見言葉を書き写す読む従う御言葉を書き写すというのはこれは見言葉を所有するということですね。座右の書として聖書をいつもそばに置いているそれを定期的に読むそして読んだ内容に従っていくつまりこれ今の言葉で言うと日々のディボーションが最も重要だということです リーダーにとって最も重要なのは日々のディボーションです。日々のディボーションなしにリーダーシップを発揮することはありえないんです。自分なりの方法を確立する必要がありますね。ですからディボーションといっては一つの形があるわけではないんです。いろんな形があるわけですね。ハーベスタイムでは皆さんのディボーションのお助けになればいいなと思って。 ネネッットトでで読読むむククレレをを毎毎日日提提供供ししてていいまますすこれはかつて月刊誌として発売されていたものを紙のメディアからネット上のデジタル情報に置き換えて無料で読めるように毎日提供しています。ですから興味のある方はぜひネットで読むクレーハーェストタイムのホームページにアクセスしてそれをご覧ください。 今読んんんでくくださるる方がどんどん増えていいことを嬉しく思いますなぜ嬉しいかっていうとディボーションによって神の御心を行う人が増えていっているというのが私たちにとっては喜びなわけですね。でお気づきになってないかもしれませんが実はネットで読むクレイは日曜から土曜まで毎日短い祈りが紹介されているんです。 でこのことはメッセージで語ったことありませんので、良い機会ですから、まあ、王たちがディボーションをするで。現代のリーダーがディボーションをする。その時に短い祈りでどういう祈りをすればいいかということを確認したいと思います。では見てください。日曜日からいきます。日曜日、あなたを愛します。これ英語でも書いてます。I love you。大事ですね。 まあこれ以上大事なな祈りはいいと思います神様に向かって「あなたを愛します」と言った時に瞬間的に自分のテーマから目が神様に向かいますねそして「あなたを愛します」そこから発想が広がるんじゃないですか「あなたを愛します」なぜかまず最初にあなたが私たちを愛してくださったからです。 私たちがまだ罪人であった時巫女イエスが私たちのために死んでくださいました善人のために死ぬ人ならいるかもしれないでも罪人であった時に死んでくださったそれほど私たちを愛してくださったそのあなたを愛しますという祈りにつながってくるわけですねこれが日曜日のクレイネットで読むクレイの祈りです月曜日 あなたを礼拝します。I worship you.Worship you.Worship というのは礼拝という言葉ですが、あの神様に素晴らしい価値がある。神様は価値のあるお方であるということを認めているわけです。つまり神を神として認めているわけです。だから、あなたを礼拝しますと月曜日に心から祈った時に私たちの思いはさらに進んでいきますね。あなたを礼拝します。 私の中にはあなた以外のものを礼拝する思いはありません。あなた以上に大事にしているものは何もありません。あなただけが私の神であり、あなただけが私にとって大切なお方です。その祈りは偶像礼拝から、あらゆる偶像礼拝から私たちを解放してくれますね。これが月曜日の祈り、あなたを礼拝します。水えー、火曜日ですね。火曜日が全てを 委ねます I surrender all すべてを委ねますすべてを明け渡します私の持っているものをすべてあなたにお委ねしますこういう祈りですねこれが火曜日の祈りですねまあ、この祈りをするときにもう一度自分の手の中に握りしめているものはないだろうかということを思い起こすわけですねどっかの東南アジアの国であの猿を捕まえる方法が あの土器の中に果物を入れておいてそこに猿が手を突っ込んで取ろうとするんですが取れないんです握ってると取れないんですね。離せば取れるんですでも猿はどうしてもその果物を取りたいから握ったままなんですねそれで簡単に捕まっちゃう悪魔が私たちを捕まえる方法とよく似てますね私たちも貪欲に何かを掴んで離そうとしないと そこにに束縛されて悪魔の攻撃に遭うんですだからここで全てを委ねますという時に私にとって何が必要かは神様はご存知だからだから神様に任せればいいんだ手を離そうパッと離した時に途端にに自由になるんですそして神は必要なものを知っておられますから私たちが願っていた以上のものを私たちにくださるんですね。これが火曜日の祈り全てを委ねます。 水曜日の祈り、清めてください。Cleanse me, Lord. 主よ、私を清くしてください。清めてください。清めっていう概念は分離する、分かつということです。だから、主の半ば、水曜日ぐらいになると、この世の生活をしていますから、どうしてもこの世の、まあ、誇りがついてくる。あるいは、この世と合体してくる。この世の中に飲み込まれそうになる。 その時に清めてくださいっていうのはこれはあの清めっていう言葉の本来の意味は分かっちゃってください主のものとしてくださいっていうことですからこの世の価値観から私が自由になり神の国の価値観で生きることができるように私がもう一度神様への献身を新たにすることができるようにこれが週の半ば水曜日の祈りですねそして木曜日 新しくく形作ってくださいモー e l ロー d これ「クレイ」っていうのは実は粘土のことなんですね。だから聖書の中には私たちが粘土で神様が粘土をこね土器を作る職人というふうにあの比喩的に言われている場所がありますね。ですから新しく形作ってくださいっていう時には。 自分が粘土だということを告白しているわけですそして陶器師である主の見ての中で主が願われる姿に作り変えてくださいということですこの祈りは自分はもうこれでいいクリスチャン生活もこの程度のもんだと思っている人には祈れない祈りなんです新しく形作ってもらうためには粘土が柔らかくないと硬くなっていると陶器師は 形作れないんですですから新しく形作ってくださいと本気で心から祈る時には私たちの心が柔らかになっていなければいけない。それは精霊によって導かれ心が柔らかい状態になっている時に見言葉を読みそれを実行する力が与えられ結果的に新しい形に作られてくるわけです。金曜日 だいいぶ週末に近づいてきました精霊で満たしてください。「f i l l Me, Lord」これは精霊の満たしっていうのは精霊の支配のことなんです。だから自分の心の王座に自我が座っていて思い通りに生きてきたのではないかということを1週間振り返るわけですね。そして心の王座に精霊の支配心の王座に精霊に座っていただいて精霊の導きで 生きていくそれが精霊で満たされるということですね。精霊はイエス・キリストを信じた全ての人の心の中に住んでおられます。あなたの心にも精霊が住んでおられます。なぜ精霊に満たされた、あるいは精霊の支配に自分がよくしているという思いがしないかというと自我が強いからです。精霊で満たしてくださいというのは精霊の支配を。 どうぞ発揮してください。部屋の中に閉じ込めていたならばと、扉を開いて精霊に出てきていただいて、私たちの心を支配してください。これが精霊で満たしてくださいという祈りです。そして最後、土曜日ですね。用いてください。Use me, Lord。これは王の祈りでもありますね。今まで日月火水木金と祈ってきた積み上げの最後に、 用いてくださいという祈りが出てくるわけです。Use me, Lord。まず最初にこれが出てくるんじゃないんです。用いてくださいって言っても自分の側に準備ができていなければまた神様が認定した形になっていなければ用いられることはないんです。用いてくださいという祈りはこれは積み上げてきた祈りの最後に出てくるわけですね。神は ご自身の栄光のために、あなたは私を用いたいと願っておられます。王たちも主に従うならば、用いてその国を祝福したいと、神様は願っておられますね。そういうリーダーが、一人でも二人でも多く、現られますよ。うに。もう一度、七つの祈りを復習してみましょう。日曜日、あなたを愛します。I love you。月曜日、あなたを礼拝します。I worship you。 火曜日、すべてを委ねます。I surrender all. 水曜日、清めてください。Pleanse me, Lord. 木曜日、新しく形作ってください。Mold me, Lord. 金曜日、精霊で満たしてください。Fill me, Lord. そして土曜日、用いてください。Use me, Lord. この7つの祈りの中で、皆さんにとってあまり気づいていなかった。 弱点だっっったたととととこころはどれでししょうかかそのことを覚えながらしっかりと祈っていきたいと思いき思ます次回ネットで読むクレーをお読みになる時に今日の祈りに注目してくださいそして本文を読み始める前にまず静まってその日の短い祈りを下げそこから神様との会話をスタートしてください今神様が一人一人が取り組もうとしている その意欲心を本当に喜んでおられますなんかそういう今感じがとってもしますね皆さんとイエスキリストにあって今心の交流ができていることを心から感謝しますねリーダーである一人一人は主を恐れながら主に仕えていこうという思いを新たにさせていただこうじゃありませんか祈りましょう天の父なる神様今日は王たちに与えられている 命令を学ぶことができましたそしてそこからその命令がそのまま現代の指導者に適用されるものであることを学び驚きを覚えました。もう一度私も自らのディボーションを立て直し再吟味しあなたに喜ばれる姿に変えられていきますように心からお願いをいたします。この祈祈りを共に祈っている 兄弟姉妹たちの上にあなたの祝福を注いでください。主イエスキリストの皆によってお願いします。アーメン。